はいどうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、車のカーコロンでございます。このね、今クラウンいつ変えたかわかんないけど、もう全くしない、もう3ヶ月以上経ってんじゃないかなっていうぐらいです。で、今つけてるのはファブリーズのやつね。まだね、駅半分ぐらいあるんだけど、やっぱね、ある一定期間経っちゃうと、駅が残ってても、もうなんだろう、匂わないっていうのかな。こうやると匂うんだけど、やっぱね、なんか、こう、もう車の中に香っていかないというかね、送風口。もう最近もうエアコンをちょこちょこ、いつもじゃないんだけど、昼間の暑い時とかね、ちょっと入れるんですよ、エアコンを。で、まあ一応匂うっちゃ匂うんだけど、やっぱもうだいぶ弱いですよね。で、まあ、カーコロンね、なんかね、新しいのないかなとかで探してたら、まあ、そもそも自分の車は、ほぼほぼ自分しか乗らない。ほぼほぼ、年間通しても、99% 一人しか乗らないとか、98% とか、もうそういうレベルなんですよ。で、なんかふとね、目に入ったのが、これ。まあ、ブラングね。定番のブラングというメーカーなんだけど、これ見てこれ。ヘッドレスト用のやつがあったんですよ。もちろん香りはね、自分が好きなホワイトムスクでございます。はい。どういうのかっていうと、もうほんとこの首のところ、頭のこのなんだろう、ヘッドレストのこの棒のとこにつけるという、これすげえなと思って。だってもう運転席のここにつくわけだから、そりゃ匂いがわかるよねと思って、面白い出してきたなみたいな。ブラングっていろいろ出してて、エアコンのフィルターにつけるやつもあれば、もちろん送風口のもあれば、このサンバイザーにつけるっていうのもあるし、なんかドアポケットに入れるってのあるし、いろんなところで出してるよね。はい。ということで、今回多分ね、まだ最近じゃないかな。前はなかったはず。前まではこのヘッドレストはなかったんで、ちょっとね、買ってみました。うん。いきなり出てきたのは何これ。なんか棒が出てきたんだけど。あ、棒が2つ入ってんのかな？ん？これで2枚入ってる。あ、別々、匂いを染み込ませてるやつがこの2枚入ってると。で、2枚同時に使用するらしいです。こういうとこはさ、やっぱ1枚1枚に分けて欲しかったよね。ね、だって香りが1つ弱くなったらもう1個追加するっていうのができるから、なんで2枚同時なんだろう。なんかそういうあれがあるのかな。はい。ということで、こちら。ブラングのなんかこのケースっぽいやつね。ケースっぽいやつは紙じゃないね。なんだろう、クリアファイルとかに使われるなんか素材っていうのかなです。うん、うん、そうそう、なんかちょっとこうプラスチックっぽい感じ。硬いな、結構中がこういう感じで開くって言っても何もないわ。何も入ってない。ちょうどこのシートが入るのここらしいです。このちょうど広くなってる部分で、ここにシートを2枚入れる。なんで1枚1枚じゃないんだろうね。匂いがなくなったら、丸ごと買い替えろって感じなのかな。うん、でも詰め替え用とかも売ってなかったんだけど。な、これ、破っちゃったから、これ。あー、匂いはね、もうそのまんま、ブラングの香りです。ブラングのホワイトムスク。純正じゃない。純正っておかしいけど。で、これ触っちゃうと、手にね、めっちゃ濃くつくんで、まあ、できる限り触らないようにね。で、ここの間、ここっていうのかな、ここに入れると。はい、はい、はい。はい、はい、はい、入りました。はい、こんな感じで2枚入ったと。で、あとは、蓋を閉める感じですね。どうなんだろう。詰め替え用ってなかった気がするんだけど、これ、いくらしたっけな？ちょっと高いです。500円か600円かしたような気がするんだけど。はい。で、これで完成。匂いの調整とかはないのか？なんかここの穴が少しずれたんだけど。俺今どうやってずらした？え？あのね、これを見ると、ここの穴って全部開いてるんですよね。多分ね、調整機能と思うんだけど、これを見てもちょっとよくわかんないんだよな。この、説明書に書いてあるのは、ここの調整を広げるか狭くしてつけてくださいねっていうのは分かりやすく書いてあるんですけど、これは、うん、まあ、ちょっと爪でこうガって広げましたけど、こんな感じで、今これ、見てわかる？通ってるのが。これでいいのかな？なんやろ？どうやって調整するんやろ？調整のあれが特にないんですよね。これを動かしても、ここの調整って何も変わんないんですよ。どっかのあれなんだろうな。
ょっとね、今触ってて、分かったの。今閉まってるでしょ。この中の、この、なんていうの、説明書に言うとこれがスリットって書いてあるんですよ。この、なんだろう、この字になってるでしょ、この中の。これを、これが、なんだろう、これで言うと左右動くんですよね。だからこっちからこう押すと、この蓋が閉まるという感じね。ブラングって書いてある、この G の方ね。G の方。G の方から押すと、こっちで閉まると。だから逆の B の方ね。ブラングの B の方。こっちからのこのスリットを押すと、ここが、ほら、こんな感じで開くといった感じです。これで、通常仕様ってことなのかな。これによると香りの調整みたいな一切書いてないんですよ。何回も最初から最後まで見たけど、見落としてるってことはないと思うんだけどね。基本的にはだからこの穴が全開に開いた状態で、使用するらしいですね。なんかそういえば、なんか2枚のうちの隙間が微妙にできてる気がするけど、こんなもんかな？はい。で、香りとしてはほんとね、うん。もうまさにブラングのホワイトムスクの香り。これも言うまでもない。うん。なんか他のメーカーだと、やっぱ、ちょっとこう、なんていうの、酸味があるなとか、フルーティーな香りが若干、ホワイトムスクなんだけどちょっと違うなとかだけど、もうこれは、もう、偽りなくブラングの香りですね。うん。で、このヘッドレストのここにつけると。自分の場合ヘッドレストのここがちょっと高さ上げてるんで、これをこのままつける感じですね。で、その幅は、これで合わせると。縮めればこんな感じ。で、広げればこんな感じ。だから相当、なんだろう、幅広く、設定が可能ですね。ということで、取り付けてみたいと思います。取り付け方はこうなんですけど、このまずポールの、左右を合わせると。今、クラウンでこれ合わせると、ほぼほぼマックスに開いた状態ね。開いた状態でちょうどいい感じですね。で、あとそのまま押し込むと。で、あと一応ね、これも、ちょっと高さ上げてました、上げました。そういうの取り付けやすいかなと思ったんで、ここであとはめるだけと。うん。こういう感じか。見た目あんまり、どうなんだろう。なんか、うん。まあ、わかんないっちゃわかんないか。シートも黒で、このブラングのこれも黒なんで、まあ、このクラウンに関してはわかりづらいかなっていう感じね。まあでも見た目どうでしょうどうでしょう。まあ実際取り付けてみた感じですけども、まあ人が乗ってたらまあまずわかんないよね。ただ自分がこうちょっと避けるとこういう感じ。でもあれだね、シートが黒っぽい。黒じゃないんだけどね。真っ黒ではないんだけど、黒っぽいからあんまりこう目立たないかなっていう感じは感じですよね。ほぼわからない。ただ、シートが黒以外だと、ちょっとこう、わかるかもしれないね。もうこれは完全にね、こう、やっぱ運転席、やっぱ車って香った方がいいんだけど、特にこの、なんだろう、人間がこう、息をする付近にあるからさ、匂うわけでしょ？匂いが弱くなったとしても匂うわけでしょ？この香りが。それなりにね。だからこれはね、ある意味画期的だなっていうのはありますね。だからちょっと経って匂いが良くなったって、こっから匂うから。そらまあ、わかるよね。だからまあ、わかりづらいやつもあるじゃないですか、いろいろね。まあ最初だけ匂うけど、すぐ匂わなくなるとか。でもそんなんでもやっぱさすがにここからね、あれすると、もうだって、ここにいて、今、窓はちょっと開けてるんですけど、風がこう吹いてて、だから自分が風、髪にいるのか。こう吹いてるからさ。それでも、まあ今開けたばっかりってもあるけど、結構匂うね。うん、想像以上に。あと、これがどれぐらい持つのかっていう感じなんだけど、どれぐらいっていうのはないね。あ、でもこれあれか。香り調整付きにはなってるんだね。裏には、どこに見ても調整付きっていう感じでは書いてないんだけど、使用期間的なことがどこにも書いてないです。普通は例えば1ヶ月ぐらいとか、30日ぐらいとかさ、45日ぐらいとか書いてあるじゃないですか。これはね、どこ見ても書いてないですね。書いてないってことはどうなんだろう。1ヶ月持つか持たないかっていうところかな。もう匂うな匂う。近いからって言うけど、結構匂うな、うん、今んとこ臭いまではないけど、結構強いね、みたいな。一番最後に書いてあったわ。
この5番で書いてあったわ。ベロを調整することで、左右調整することで香りの調整ができると。はい。ということで、今回でね、このブラングのヘッドレスト用の、カーコロン取り付けてみたんですけど、まあ、取り付けはまず簡単ね。中のフレグランスシートを中に入れて、カタッと取り付けるだけなんで、取り付け方法も簡単。そして、まあ、シートが黒だと目立ちにくい。そして、近いからすごく香ってくる。これ運転してても多分すごく香るんじゃないかな、と思います。だから、まあ、あとは、どれぐらい長持ちするか、ですよ。これは本当に書いてない。1ヶ月ぐらいで、本当に書いてないもんね。うん、それはちょっとあれかな。多分1ヶ月ぐらいだと思うんですけど、1ヶ月だったらちょっとコスパ悪いかな。ちょっと、少しだけ値段がね、高かった。600円が700円ぐらい確かしたはずなんで、ちょっとコスパ的に悪いかなと。で、その辺考えない人だったら、例えばこう、ね、2週間おきにこっちと入れ替えながら、つけるっていうのも全然ありだと思うんで、もうガンガンに寄せたい方はね、ぜひ、やってみてください。二つ買うとある意味いいんだよね。一個ずつ開ければいいから。今二枚一緒だったけど、二つあったら、一枚一枚に入れて、みたいな。っていうのができると思うんで。まあそういうのもありかなと思います。はい。というわけで、一人で運転される方、すごく匂いがね、好ましい方、ぜひね、使ってみてください。はい。ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあねー。